さ、はいはい、姉ちゃん日々 YouTube のアナリティクスを見るわけですよ。へえ。うんうん。あのアナリティクスっていうのは普段どういう層の視聴者がこのチャンネルを見ているかとか、うんうん、どういう人がチャンネル登録をしてくださっているかっていうのが見れるやつなんですけど、はいはいはい、見たいよ。うん、で2018から2019年頭ぐらいにかけて視聴者の割合、うん、男子が 99%、 え、女子が 1%、 え、いや僕でね、うん、あーちゃんが帰ってきてこう2人体制でいろいろなんかバラエティ系の企画をやるようになった。はい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 、つい最近見たんすよ、うん、アナリティクスを、うん、なんと、うん、女子 8% まで増えてて、めっちゃ増えてるね。ね、うん、でしょ、うん、8% まで増えてて、いや1年で 7% 増えるの結構強いぞ。そうだね、貴重だな女性ファンと思って、うん、あと何したら女性受けすると思う女性受け、うん、女性受けか。まあ僕たちもね、うん、女性なわけですから。そうね、女子の気持ちはわかるんですけど、うん、やっぱり僕たちが、うん、なんか日頃どんな YouTuber を見てるかよね。あー、女性の YouTuber さんで見てる人いる？いる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 。誰？エミリン。あ、わかる。エミリンさん。エミリンさんって面白いよね。めっちゃ面白い。うん、好き。あ、僕食べてる動画が好き。あー、なんか、うん、確かによく見てるね。めっちゃ見てる。うん、なんか女子受けイコール女子しかないメイク動画とか。はい、うん、あ、こうやってこうするやつな、こうやって。あ、そうそうそう。ピント合わせるやつな、こうやって。見えますかね？見えますかね？うん、エミリンがやってるやつ。そう、これマータソさんだと、ピント合っとる。それじゃマータソさんがね、マータソさん大好き、うんうんうん、なんで好きなんだろうね。やっぱね、面白いっていうのが共通してる気がする。面白いよね。でもなんか、女子が面白いと思う面白さだよね。あー、そうね。そう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 。女子が喜ぶのって、うん、やっぱりダークな面なのかもしれない。え、じゃあちょっと今から闇落ちしてみるか、二人。やだ、やめとこだって絶対採用されないもん、ここ。やだよ、どうせダークな面出してもピーだよ、絶対自主規制だよ。え、でもちょっと試しにやってみる、闇落ち。試しに。え、じゃあルリちゃんどうぞ、先行。はぁ、生きてるの辛。え、そういうんじゃないと思う。え、闇落ちてこうじゃないの。やっぱ女子受けするとしたら、うん、あー、わからない、生きてるのわかんない、ごめん。黒子さん大爆笑やで。エミリーとかマタスさんって多分そういう系じゃん。あ、わかった、はいはいはい、いや、生きるのは辛いんですよね。ってよりも、うん、マジ、あいつ、ぶん殺してやるだから思うの、僕は。あ、マタスさんなんかは、自身のことを自虐するネタでやってますから、うんうん、岡山が生んだ奇跡のブサイク。そう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 。やってますから。だから、ふんってよりも、やっぱ、うん、辛いことも面白さに変えてるから面白いんだね。あ、なるほどね。そう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 。そうだよ。そっちか。うん。明るい自虐ネタ。あ、そう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 。ちょっと履き違えてたわ。うん。女性系は、僕はそういうブラックジョーク。うん、かつ、うん、あるあるとか、なんか、うん、それか、まあ、美味しいスイーツ系とか、料理系とか。安直にさ、タピオカーとか、虹色のパンケーキーみたいな、うん、やつかなと思ったんだけど、うん、その辺は受けないかな。え、受けんじゃん。原宿ーみたいな。僕たちとか気楽に行けないじゃん、うん、原宿とか。行けない。なんかそういう人たちが見てくれるんじゃない。あー、田舎に住む女子ってこと。田舎に住む女子。なんでそんな直球なんやろ。うちらが田舎じゃないですか、だって。あ、そうだね。うん、まぁ、ちょっと、緑豊かなところに住んでるから。緑豊かなところにね。僕は明るい自虐ネタとか、うん、面白さとスイーツ系で押していきたい。女子を狙うなら。あ、ルリちゃんは女子が共感する話とかをさ、はいはいはい。やっぱ、それが共通点じゃない。うん、そうだね。だったりとか。そうね、メイクね。まあ、言うて、私たちメイクに関する話って、ビューラー挟んでくしゃみしたらまつげそこら辺しか話してないけどさ。そうだね。その辺かな。じゃあ、女子に共感されるような動画も、作っていきたいね。女子のみんな見てる？出るー。こういう話してほしいとかっていうのがあったら、女の子の朝の週、もしくは女の子の視聴者の皆さん、はい、コメント欄にご記入よろしくお願いします。お願いします。助けて。そういうのすごい助かるんだよね。めっちゃ助かるから、よろしくね、うん、お願いします。ご視聴ありがとうございました。この動画好きだなと思ったら、ぜひ高評価ボタンポチッとお願いします。チャンネル登録と Twitter フォローもよろしくなのだ。せーの、まったね。